はい、こちらですね、キムチ鍋を注文いたしました。開けますよ。うわ、すっごい美味しそう。こちらですね、キムチ鍋。あ、豚肉とか入ってるのかな。これ鶏かな、鶏肉かな。ちょっとこう鶏肉とかキムチね、キムチもねたっぷり入ってるんですよ。山寺です。今日はですね、大阪駅前第3ビルに来ております。これからですね、岡永さんで、朝飲みしたいと思います。今ちょうどね、時刻は10時になります。こちら10時からオープンしてるんで、今から岡永さんで飲みたいと思います。はい、今日はね、久しぶりに大阪駅前ビルにある、岡永さんですね、に来ております。まずですね、芋の焼酎の水割りからいただきたいと思います。お疲れ様です。おいしい。本日のおすすめの中にあった海鮮なめろですね、380円。おすすめにあったんでね、ちょっと注文してみましたよ。おいしい。なめろをね、ちびちびと食べながら、この焼酎ね、よく合いますよ。うん、おいしいわ。うん、うまい。こちらね、菜の花の天ぷらですわ、300円。数量限定でね、この時期にね、やっぱりね、菜の花ぼちぼち出始めてるんですね。今日はね、1月の中旬なんですけどもね、もうこういう季節になってきつつあるんでしょうかね。菜の花の天ぷら、塩でね、いただきますよ。ちょっと塩をつけてね、これでいただきます。おいしい。うん、うまい。口の中でね、すごい菜の花のね、香りがバーッと広がって、めっちゃ美味しいですわ。でシンプルにね、塩でいただくっていうのはね、この素材の味がね、すごく分かりやすいですね。うん、うん、美味しい。こういうのお酒が進みますわ。うん、今日はね、大阪駅前ビル、ちょっとねはしごだけしようと思ってるんですけどもね、まあ今日はまずここは1軒目なんですけどもね、ちびちびね、ゆっくりで、ね、食べて飲みたいと思います。いつもね、せかせか飲んでる時もあるんですが、今日はゆっくりいただきますわ。またこのね、なめろうもね、美味しい。量も多いんですよ。うん、ここはちょっとボリュームがありますね、このお店は。うん、
このね、菜の花の天ぷらね、塩で食べるのもいいんですけども、ちょっとね、あの醤油の中にね、あの一味唐辛子を入れてみました。この食べ方もちょっといいんじゃないかなと思います。ちょっと一味唐辛子でピリッとさせたらめちゃくちゃまた美味しくなりました。塩で食べるあの天ぷらも美味しいんですけども、醤油もねいいですね。なんか昔子供の頃ね、あの醤油で食べてるね、あの天ぷら、親がようねそんな感じで醤油で食べてるの思い出しました。今頃はね、なんかあの天つゆとかね、塩とかになってるけど、昔は醤油やったわ。大衆食堂行ってもね、あの醤油かソースをかけて天ぷら食べてる人いてましたし、僕も考えたら醤油かけて食べたような記憶がありますね。イワシの天ぷらとかあの辺ね、なのでやっぱり醤油も合いますわ。日本料理やから合うわね、そりゃ天ぷらは日本料理ですもんね。こちらですね、キムチ鍋を注文いたしました。開けますよ。うわ、すっごい美味しそう。こちらですね、キムチ鍋。あ、豚肉とか入ってるのかな。これ鶏かな、鶏肉かな。ちょっとこう鶏肉とかキムチね、キムチもねたっぷり入ってるんですよ。あとね、お豆腐よいしょ。大体失敗するんですよね、こういう時はね。あのレンゲで取りますわ。失敗したらね、不細工なん でちょっとわかめも。これでいただいてみます。いただきます。おいしい。出汁がね、よう出てますわ。わかめがね、入ってるのがまた嬉しい。キムチ、うまい。こうやってね、これいいですよ。600円でね、ボリューミーです。やっぱりお魚やと思いますわ。出来上がったね、お鍋調理できてるね、すぐ食べれる状態なんですけども、固形燃料でね、熱しながら食べれて、温めながら食べてるんでね、いつまでも冷めることなくね、美味しいですわ。熱々ですよ。こういうの嬉しいですよね、ちょっとしたあのことがね。2杯目ですわ、芋の水割り。
ないな。あの岡永さんはね結構いいですよ。あのボリューミーでね美味しいし、朝の10時からですねオープンされてて、うん、駅前ビルの中では10時だったら早い方がいいと思いますね、営業時間がね、うん。今ですね岡永さんで食べてきましたけど、ここやっぱ安いな。なんか飲み物ね4杯飲んで、あてねいろいろ食べて、2300円ほどですね。本当にあの岡永さんは、激安な酒場です。10時から空いてますんでね、こちら朝飲みしたい方、来られたらいいと思います。ということで、いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。